ここにも合流していないか。九州からの撤退戦以来噂を聞かぬ。心配かな。いや、やつは殺しても死なぬ男だ。心配など。そう照れんでもよかろう。宗茂は九州し幼者は各地に甚大な被害を与えています。今では出番だね。行くよ。よう、今日はどうするんだ。また来てくれよ。甲虫は医療に散った。敵の大軍を食い止めるため自らの退路をも閉ざし誠実に戦い抜いた果てに、しかし甲虫の救出は本当に不可能だったのだろうか。自問する法徳の脳裏にふとある記憶がよみがえった。それは医療へと援軍に向かう途中、手取川で見かけた妖魔の一団のことである。あの時あの場所に戻れるのならば、あるいは確信にも似たひらめきを得た法徳は一軍を率いて時を渡った。やはりそれがしの記憶の通りであった。この地には妖魔軍の兵器が集められている。これならば医療へ運搬可能な兵器も見つかり申そう。そうか、閉ざされた扉を兵器で破壊できれば。しかりさすれば必ずや甲虫殿を救えよ。
沖の戦見るがいい。必要なのは医療へ運搬可能なのこれらしきものを探さねば。出番だね。対応貴様らの襲撃などお見通しよ。いささか敵の数が多い。被害も抑えるため敵兵器を奪わない。攻撃か。おれ姑息な。俺は投石者。あの兵器を海まで運べよ。しかしここより対岸に渡るのは東より回り込むしかありません。よし、今だ。一気に打ち込め。はっはっついはっはっついここは耐えねばならぬ。ここで口当てろ。魔鳥殿に救援されて。払いたて祭りました。
気参上。やるな、大したもんだぜ。ついする方法を見つければ各砦には兵器が隠されている様子、東砦には役立つ兵器がある。マジ威力だな。この兵器を医療に持ち込めれば、かように巨大な兵器は運搬できますまい。やはり投石者を得ることを一義に考えれば。撃て撃て、これ以上踏み込ませるな。
このままでは進軍もままならぬか。金髪王と呼ばれる方よ。兵器を起動しろ。それを叩きのめせ。これ消し当てろ。と呼ばれる方よ。
ふいっ骨ごと噛み砕いてくれ。敵将討ち取ったよ。やるな、大したもんだぜ。金髪王と呼ばれる方よ。ここまで突破されるとは。中殿を助けられる。熱き闘志、何者にも止められん。透析者は医療に向けて進発いたした。甲虫殿を救い出す準備は整ったかと。ならば再び医療での戦いに臨もう。今一度過去を変えるのだ。